続いては、区の事業やシステムについて分かりやすくご紹介する荒川区行政ナビです。今回は、冬も油断禁物、食中毒の予防ポイントと題してお送りします。スタジオには生活衛生課の池野さんにお越しいただきました。池野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。食中毒については今年の6月にもこのコーナーで予防法をお伝えしましたが、冬も引き続き注意が必要なんですね。はい、これからの時期は特にノロウイルスによる食中毒が多く発生します。またアニサキスやカンピロバクターなどの原因とする食中毒も年間を通じて発生するので、冬でも特に注意が必要です。寒くなっても油断はできないんですね。その通りです。そこで今回は、食中毒の原因として毎年上位を占めるアニサキス、カンピロバクター、ノロウイルスの3つについて、それぞれの特徴や予防方法を詳しくご紹介します。はじめにクイズをご覧いただき、その後原因別に食中毒の予防法を解説します。そして最後にクイズの答え合わせをしますので、中西さん、そしてテレビの前の皆さんも全問正解目指して頑張ってください。では早速クイズを見ていきましょう。今回は11月10日に開催されたイベント、荒川福祉祭りのイベント会場で実施した食品衛生に関するクイズを3問出題します。第1問、アニサキスについて正しいものは。1、酢で締めれば大丈夫。2、1日冷凍すれば大丈夫。3、新鮮だったら大丈夫。第2問、カンピロバクター食中毒の原因になりやすい食品は。1、魚の刺身。2、鶏の刺身。3、こんにゃくの刺身。第3問、ノロウイルスについて正しいものは。1、牡蠣を食べなかったら大丈夫。2、しっかり加熱すれば大丈夫。3、冷凍すれば大丈夫。少し悩んでしまう問題もありますが、この後のお話を聞いて私も全問正解できるように頑張ります。それでは池野さん、アニサキス、カンピロバクター、ノロウイルスを原因とする食中毒について、それぞれ順番に教えていただけますか。はい、まずはアニサキスです。アニサキスはイカやサバ、カツオ、サンマなど私たちがよく口にする魚介類に潜む寄生虫です。アニサキスが寄生する魚介類を食べると、食後8時間以内に激しい腹痛や吐き気、嘔吐などの症状が現れます。アニサキス食中毒を防ぐには、中心部までよく加熱することや、マイナス20度で24時間以上冷凍することが効果的です。ここで注意していただきたいのが、アニサキスはお酢や塩では簡単に死なないという点です。生の魚介類を酢漬けや塩漬けにして食べる場合は、一度冷凍させたものを使うようにしましょう。アニサキスはお酢で締めてもダメ、加熱と冷凍が有効なんですね。わかりました。続いて2つ目のカンピロバクターについて教えてください。はい、カンピロバクターは主に鶏肉についている病原菌です。東京都の調査では、流通している鶏肉の4割から6割に
カンピロバクターがついていると言われており、鶏肉を生で食べたり、十分に加熱せずに食べたりすることで食中毒が発生します。症状は下痢や腹痛、発熱で、だいたい2日から3日前後の潜伏期間を経て発症するのも特徴の一つです。カンピロバクター食中毒を防ぐにはどうしたらいいですか？まず、鶏肉の生食は避けましょう。鮮度がいいからといってカンピロバクターがついていないとは限りません。鶏肉を食べる際は中心部まで十分に加熱することが鉄則です。加熱の目安は中心部の温度が75度以上で1分間以上、中の色が完全に変わるまで加熱しましょう。カンピロバクターは生の鶏肉に注意、加熱も中心部までしっかりとですね。わかりました。この他に注意すべき点はありますか？はい、鶏肉を触った手やまな板、包丁などによる二次汚染にも注意が必要です。手洗いを徹底することはもちろん、生の鶏肉が触れた調理器具はすぐに洗剤で洗いましょう。また洗った調理器具に熱湯を十分にかけることも効果的です。それでは最後の3つ目、ノロウイルスの特徴は何ですか？ノロウイルスは汚染された牡蠣などの二枚貝を食べることによって感染します。潜伏期間は24時間から48時間で、吐き気や腹痛、下痢、嘔吐、発熱などが主な症状です。寒くなり牡蠣も美味しい季節ですが、どうすれば予防できますか？ノロウイルスはアニサキスと違って冷凍しても死にません。ですが、食品の中心部まで十分に加熱することで感染力をなくすことができます。中心部を85度以上で90秒間以上加熱してから食べるようにしましょう。ノロウイルスには加熱しっかりと覚えておきます。この他に気をつけることはありますか？はい、ノロウイルスは人から人にうつることが多いという特徴があります。感染者の手や指についたウイルスによって食品が汚染されることがないように、調理する際はしっかりと手を洗うように心がけてください。また塩素系消毒液を使用して調理器具などを消毒することも感染を拡大させないために効果的です。それでは中西さん、はい、初めに出題したクイズの答えを確認していきましょう。わかりました。第1問、アニサキスについて正しいものは？中西さん、さあどれでしょう？これは2番の冷凍すれば大丈夫でしたよね。はい、正解です。魚介類に潜んでいるアニサキスには中心部まで加熱することや長時間冷凍することが効果的です。続けて第2問、カンピロバクター食中毒の原因になりやすい食品は？中西さん、さあどれでしょう？これも2番の鶏のお刺身ですよね。はい、正解です。カンピロバクターは鶏肉の刺身が原因になることが多いです。鶏肉の生食は避けるようにしましょう。さあ、いよいよ最後の問題です。ノロウイルス食中毒について正しいものは？中西さん、答えをどうぞ。これも2番のしっかり加熱すれば大丈夫ですよね。正解です。牡蠣だけでなく、様々な二枚貝から感染する可能性があるノロウイルス。中心部を85度以上で90秒間以上加熱することで感染力をなくすことができます。中西さん、見事全問正解おめでとうございます。ありがとうございます。テレビの前の皆さんは全問正解できましたか？
それでは池野さん、最後に改めて予防のポイントのおさらいをお願いします。はい、アニサキス、カンピロバクター、ノロウイルスを原因とする食中毒の予防の基本はしっかりと加熱することです。そして二枚貝や鶏肉の生食は避けましょう。イカやサバなどの魚介類に寄生するアニサキスはお酢などで締めても死にませんが、長時間の冷凍は効果的です。また調理中に菌やウイルスが広がることを避けるために、生の食材に使った調理器具はすぐに洗い、手洗いも徹底するようにお願いします。今回の荒川区行政ナビは、冬も油断禁物、食中毒の予防ポイントをテーマに、アニサキス、カンピロバクター、ノロウイルスを原因とする食中毒の予防法についてご紹介いただきました。池野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。